ディミトリコニシェフ、ディミトリコニシェフは、ロシアの自転車プロロードレース選手、ゴーリキー出身。1989年プロデビュー。2006年に引退。主に、ステージレースの区間優勝を狙うスプリンターとして、活躍。狡猾な走りで通算40勝を挙げた。多くのロシア人選手の例に漏れず、アルファルムでデビュー。初年度から早くも勝を挙げるが、 より大きな勝利は、翌1990年のツールド・フランスの区間優勝。ポイント賞を獲得したオラフルード・ビッヒと共に、急共三圏の選手の力を見せつけた。翌1991年には、シャンゼリゼを含む区間2賞を挙げて、一流スプリンターとしての地位を確立する。マリオ・チッポリーニやエリック・サベルのような派手さはないものの、 ツールドフランスでは1999年に1勝、ジロでイタリアでは1993年に2勝、1997年と2000年に各1勝を挙げ、確実に存在感を示した。特に2000年には34歳という高齢でスプリント賞を獲得している。非常に選手寿命が長かったがその一員として力任せのスプリントではなく時には、 死んだふりをするような狡猾さを持ち合わせていたこと、西側諸国の人間が持っていた、ロシア人のイメージをひっくり返す陽気さで、チームに溶け込んでいたことが挙げられる。引退後は、選手生活の経験を活かして新たに結成された、プロフェッショナルコンチネンタルチーム、ティンコフのスポーツディレクターに就任。好成績により、新たなスポンサーを得て発展した新チーム、カチューシャでも引き続き、 スポーツディレクターを務めている。ありがとうございます。